皆さんこんにちは。今回は、ヤバい AV があるという話について紹介します。かなり有名な AV 男優である加藤隆さんが話していたらしいのですが、確かに実在しておりました。以前に視聴者さんから、AV 男優の加藤隆さんが語っていたヤバい AV について調べてほしいというリクエストをいただきました。この話、加藤隆さんのインタビュー動画であったり、過去の取材記事でたまに語られていたようですが、若手時代に、血を浴びて興奮する女優がいたのだそうです。その女優と共に撮影するとき、生きた鶏を10羽ほど用意、その鶏の首を鎌で切り落とし、その血を浴びた女優と共に撮影するという、かなりヤバい内容の AV があったというのです。そんな AV があるのか、と視聴者さんは疑問に思ったそうですが、加藤隆さんのインタビュー動画のコメント欄にて、作品名が記載されており、そこで実在することを知ったそうです。しかし、当時出演していた女優の名前がわからないらしく、その人はどういう方だったのか調べてほしいとのことでした。動物を使った AV のジャンルは確かに存在しており、昔は販売されていたようですが、おそらく現在は倫理的に禁止されていると思われ、例えば DMM では取り扱い中止ジャンルに追加されています。さらに、今回のケースは動物を扱うだけでなく、実際に殺めてしまうということで今では考えられない内容です。それに加え、その地で興奮してしまう女優もいたそうですから、本当に実在したのかと疑うのは無理もありません。そうした設定だという可能性もありますが、加藤隆さんの取材記事によればこのように記載されています。一番ヤバかったのが、血を見て興奮する女優さん。スタジオに入ったら鶏が10羽ほど下がってて、鎌を持った女優さんが、ああ、と叫んで鶏の首を切り落としていくんですよ。その血を浴びている女優さんを指さして監督が、隆ちゃん、このままはめちゃって、って、というエピソードが記載されており、女優さん自らが首を切り落として興奮しているような内容だったみたいです。確かにその女優さんがどのような方だったのか気になりますね。さて、今回はこのヤバい AV についてできる限り調べていきます。リクエスト主さんから具体的な作品名を教えていただきました。何はともあれソドムの宴学園は愛の嵐で真っ赤っかという作品で、1988年に発売されたものです。古い作品については、もう販売されていないケースも多いのですが、なんと2019年に動画が配信されております。これはありがたいということで、私も実際に購入して映像を確認してきました。見た感想を話すと、想像以上の内容で確かに女優さんが興奮しながら鶏の首を切断しておりました。証言にあった通り、まだ生きている鶏を鎌で切断しており、その血を浴びている様子がしっかり映っています。詳しく説明しますが、AV のコンセプトは学校ものとなっており、不良の男女グループ6人が登場します。さらに女性の先生と転校生が加わり全部で女優は5名ほどになります。不良グループは、いじめであったり、先生に乱暴するなど、やりたい放題なのですが、転校生によって、一人一人がひどい目に遭わされていくという内容で、今回の鶏の死因については、不良グループの女子生徒が、鶏が吊るされた部屋に誘拐されるものの、その後鶏の首を切断し、血を浴びて興奮という流れになっています。ちょっとよくわからないのですが、鶏の部屋に連れて行かれて発狂し、このような状態になったという設定ではないかと思います。鶏の切断の流れについては先ほど説明した通りになりますが、鶏は吊るされたままバタバタと動いていたり、女優が鎌で首を切断しようとするのですがうまく切れないシーンがあるなど、かなり生々しいシーンが多いです。で、女優がいやいややっているのかというとそのようには見えず、確かに興奮しているように見えましたし、少なくとも切断することについて躊躇している様子はありませんでした。なので、加藤隆さんの話にあったように本当に血を浴びることで興奮するという性癖を持っていたのかもしれません。いずれにしても、本当に AV は実在したということで、想像以上に恐ろしい映像でした。
て、この女優は一体何者なのかというと、パッケージやエンドロールに出演した女優5人の名前が記載されています。上記が出演した方の名前ですが、一部ネットの情報と異なっている部分があり、ウィキペディアだと、松友伊代という人物が出演したという情報がありますが、作品には名前の記載はありません。共演の名前を見ると、秋吉さよ子という人物の名前が記載されていないので同一人物なのでしょうか。この二人は他にも出演作品がありますが顔が明らかに違うので、この辺が謎です。いずれにしても、少なくともこの6名の中に例の人物がいるのは間違いないでしょう。で、6名の名前で調べた中で、鶏を切断した女優ではないと判断できたのが3名です。また、出演作品が確認できたものの、顔がわからないのが1名、そして鶏を切断した女優と似ているのが1名となります。最後の1名に関しては、出演作品などが確認できず、正体不明となっております。作品内では、女優名が普通に使われているのですが、不良グループの一人を、京子、と呼んでいるシーンがあり、その人物は鶏を切断している女優ではないので、おそらくこの2名のいずれかではないかと思います。秋吉さんは1980年代に乱行やハード系のレイプもの AV に出演している形跡があるものの、その後の作品が見つかりません。なので、おそらく1980年代に数本出演した後に引退してしまったものと思われます。正体不明の、桜、という女優ですが、同名の女優は数人いるものの、どの方も年代が合わず、情報が全くありませんでした。いずれにしても、この二人に関してはおそらくすぐに活動をやめてしまった可能性が高いのではないかと思われます。加藤隆さんがインタビューにて話していた内容を引用させていただきますが、案外、AV で売れたいです、とやる気がある女優は長続きしないそうです。やる気に関わらず、人には向き不向きがあると話しておりました。今回の鶏を切断する女優は、どちらかというと進んで出演していた方のようですが、AV というものには向いていなかったのかもしれません。ただ、AV に出演するという行動力はありますから、どこか別の形で自身の性癖を体現する活動を行っているのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。そのような AV が本当にあるのかと疑問だったのですが、確かに話にあった通りの内容で、かなり驚きました。一応、女優名は全て記載されていたものの、昔の作品なので引退されている方が多いようです。鶏を切断していた女優は、今どこで何をしているのでしょうか。